ジャックルビー・ジャック・レオン・ルビーは、アメリカ合衆国テキサス州ダラスの実業家、ナイトクラブオーナー。リー・ハーベイ・オズワルドが、ケネリ大統領暗殺容疑で逮捕された2日後の1963年11月24日、ダラス警察署の地下で、テレビ中継中に、オズワルドを射殺した。出生名は、ジェイコブ・レオン・ルーベンスタインだが、その後改名して、ジャックルビーと名乗る。 イリノイ州シカゴでユダヤ系ポーランド移民の家庭に生まれた。青年月日については3月から6月まで諸説ある。1920年代にマフィアと関わる。貧しかった少年時代にアルカポネの使い走りをして小遣いを稼いでいた。1943年からアメリカ軍に所属し航空機の整備を担当していた。仕事ぶりは真面目で上等兵に昇進し、 1946年2月21日に除隊。1947年にシカゴからダラスへ移り住み、他の兄弟と共に氏名をルーベンスタインからルビーに変更している。1950年代にマフィアの仕事でキューバへ行き、銃や金の運び屋をしていた時期もあった。ルビー自身は正式なマフィアのメンバーではなかったと言われるが、カルロス・マルセロ。 サントトラフィカンテ、ジミーホフファラの側近たちと多くのコネを持っていた。ミッキー公園とは友人だった。ダラスではナイトクラブを経営したほか、違法ギャンブル、麻薬取引などを手掛け、重機をキューバに密売したりもしていた。また彼はよく、ダラス市警の警官の面倒を見た。食事を用意したり、話をするのが好きだったという。彼が経営するナイトクラブでは警官に、 ただで飲み物を振る舞い、営業時間後には、ストリッパーとのデートを取り持ってやったりもした。オズワルド殺害時彼に銃撃されてオズワルドが病院に運ばれた際には、異常なほど興奮して、オズワルドの生死について周囲に尋ねた。死んだと知らされるとやっと落ち着きを取り戻したという。オズワルドとの面識については一切否定し、殺害の理由については、 夫が暗殺され悲しんでいるジャクリーン夫人とその子供のためと供述している。しかしその後の調査で、マフィアや CIA、ハンカストロのキューバ人亡命者グループなどと深い関係にあったことが公になったため、その供述を信じる者は少ない。ウォーレン最高裁長官がダラス軍工事所でルビーを尋問した際、彼は自分の身の危険を感じており、オズワルドを殺害した時、 自分は誰かに操られていたとほのめかしたという。その後ルビーは1964年3月14日、ダラス地方裁判所で悪意を備えた殺人で有罪となり死刑判決を受けた。最新を待っている間、獄中のルビーは精神の安定を書き、何者かに、 がん細胞を注射されたワシントンの刑務所に移送してくれたら本当のことをすべて話すなど不可解な言動が見受けられたという。1967年1月3日、ケネディ、オズワルドが治療を受けたのと同じパークランド記念病院で肺がんによる肺塞腺症により55歳の生涯を終えた。彼はシカゴのウエストローン墓地に両親と共に埋葬されている。生涯独身であった。 ありがとうございます。